皆さんこんにちは。大ベテラン女優で昭和、平成と映画、ドラマで活躍していた加賀まりこさん。未婚で産んだ子供の突然死の真相や事実婚を貫く夫の正体について紹介します。まずは加賀まりこさんの経歴とプロフィールから紹介します。加賀まりこさんは東京都出身で1943年12月11日生まれの80歳です。高校在学中の1960年に路上でスカウトを受けて芸能界デビューを果たし、様々な映画、ドラマに出演し活躍してきました。タレントとしても活躍し、23時ショー、夜のヒットスタジオスーパーオールスター感謝祭、中居正広の金曜日のスマたちへなどに出演しています。若い頃からかなりの美人で、文豪の川端康成さんに口説きかれたりもしたそうです。コワルマや和製ブリジット・バルドーと呼ばれていた若い頃の加賀まりこさん、映画で見たオードリー・ヘプバーンの髪型にするために一人で美容院に行くなど、かなり混ぜた子供だったようです。芸能界入りのきっかけはスカウト。スカウトで芸能界入りしたという話は今でもよく聞きますが、加賀まりこさんをスカウトしたのは原宿や青山にいるようなスカウトマンとは違います。なんと映画監督の篠田正宏さんと劇作家の寺山修司さんにスカウトされたのです。多くの俳優、女優と仕事を共にする映画監督と劇作家がスカウトするほど、若い頃の加賀まりこさんは目立つ存在だったことがわかります。加賀まりこさんは1972年に子供を出産していますが、7時間後に亡くなってしまったそうです。死因については公表されていないようです。予定よりも早く生まれてきた未熟児で、当時は医療技術も今よりも進んでいなかったので助けることができなかったのではないかとも言われているようです。加賀まりこさんは帝王切開によって出産したということで、体への負担もあり、4日ほど経ってから子供が亡くなったことを告げられたそうです。子供の父親についても情報は伏せていて、シングルマザーとして子供を育てると決めていたそうです。その後は加賀まりこさんは子供を産んでいないそうです。こういった辛い経験をしてしまうと、なかなか子供を作ろうという思いにはなりにくいでしょうね。出産から1ヶ月ほどで仕事に復帰していますので、仕事をして気を紛らわせたいというのもあったのではないでしょうか。加賀まりこさんの亡くなった子供の父親については現在も明らかにしていないようですが、ネット上では布施明さん、石坂浩二さんの名前が上がっているようです。お二人と交際の噂があったということで、二人のいずれかが父親ではないかという噂があるみたいですね。今もダンディーな布施明さんは、若い頃もそのルックスの良さが大人げ、さらには圧倒的な歌唱力まで持つというのだから、世の女性が放っておくはずがありません。その証拠に布施明さんは2度の結婚歴があります。布施明さんが最初に結婚したお相手は女優のオリビア発生さん。イギリスの人気女優であったオリビア発生さんとの結婚は当時大きな話題となりました。日本人だけでなく外国人から見ても布施明さんは魅力的だったことがわかります。残念ながら布施明さんとオリビア発生さんは結婚から7年後に離婚をしてしまいます。布施明さんが2回目の結婚をしたのは2013年4月のこと。お相手はショーミーで一世を風靡した森川ゆかりさん。お二人は15歳も年が離れていますが、布施明さんは森川ゆかりさんにとって憧れの人だったそうです。もし娘さんが生きていたら、顔立ちから父親が誰だったか想像できたかもしれません。本当に布施明さんが父親だったら、絶世の美人になっていたことは間違いないでしょう。幅広い知識を持つことで知られる石坂浩二さん。実は加賀まりこさんと石坂浩二さんは恋人であり、同棲していたと言われています。石坂浩二さんは浅尾カルリコさんの元というのは有名な話ですが、このお二人を引き合わせたのは加賀まりこさんでした。
もちろんこの時にはすでに加賀まりこさんと石坂浩二さんは破局をしていますが、加賀まりこさんは浅尾瑠璃子さんに頼まれてデートのセッティングをしたそうです。破局していたとはいえ、石坂浩二さんの元カノである加賀まりこさんに仲介役を依頼する浅尾瑠璃子さんはすごいとしか言いようがありません。それだけ石坂浩二さんが魅力的だったとも言えるのですが、さらにすごいことに加賀まりこさんと交際中だった石坂浩二さんに吉永小百合さんが片思いしていたそうです。今や日本を代表する名女優である吉永小百合さんですが、加賀まりこさんにはかなわないと思っていたのかもしれません。多くの男性を手玉に取る当時の加賀まりこさんが小悪魔と言われていたのも納得です。ただ真相は明らかになっておらず、子供も亡くなっていますので、今後も明らかになる可能性はなさそうです。加賀まりこさんは出産した子供をすぐに亡くしてしまったということで、その後子供に関することはタブーのような感じで、テレビなどでも全然話していないようです。出産直後に子供を失くすというのは計り知れないショックがあると思いますし、精神的なダメージも大きかったのでしょうね。加賀まりこさんは子供を出産した2年後の1974年に高田明進さんと結婚しています。2人の間には子供がいなかったようです。高田明進さんはフジテレビに勤務していたテレビマンですが、1980年に離婚してしまったそうです。離婚理由については明らかになっていないようです。芸能関係者とかは不倫とか浮気とかがあったりしますが、お二人の場合はそういう噂も特になかったようです。加賀まりこさんも多忙な時期だったようですし、お互いに忙しくてすれ違いがあったとかなのかもしれませんね。最近頻繁に使われる何百年何千年に一度の美少女というフレーズ、実際はそれほど美少女ではないことが多いですが、若い頃の加賀まりこさんはまさに数千年に一人レベルの美少女でした。そんな加賀まりこさんですが、実はこれまでに正式な結婚はしたことがありません。わざわざ正式なとつけたことにはもちろん意味があります。加賀まりこさんは正式な結婚はしていませんが、事実婚をしています。事実婚のお相手は清弘誠さん。清弘誠さんは TBS のプロデューサーの方です。年齢は加賀さんの6歳年下にあたります。つまり2024年で75歳を迎えられる方のようです。清弘さんがプロデュースしたドラマ塀の中の中学校は2011年にモンテカルロテレビ祭のテレビフィルム部門でゴールデンニンフ賞、モナコ赤十字賞、最優秀男優賞の3冠に輝くなど世界的に高い評価を得ています。そんな名プロデューサーである清弘誠さんと事実婚状態である加賀まりこさん、もともとは麻雀仲間だったそうなのです。そんな2人が交際を始めたのは加賀さんが60歳を目前に控えた頃だったといいます。実は加賀まりこさんの方から清弘誠さんへアプローチをしたそうです。最後の恋を感じたと彼女の方から伝えたといいます。テレビでは毒舌なことで知られる加賀さんですが、なんとも可愛らしい言葉選びではないでしょうか。ところが最初は清弘さんから全く相手にされなかったそうです。それでも加賀まりこさんは諦めずに、5年という長い月日をかけることで少しずつ振り向いてくれるようになったそうです。奔放で恋多き女優というイメージの加賀まりこさんが一人の男性を5年も思い続けたというのは正直意外でした。清弘誠さんはテレビ局の職員とタレントということで一線を引いていたのかもしれません。チャラいイメージがある芸能界に長くいた加賀まりこさん、清弘誠さんの真面目で愚直なところに惹かれたのかも。そんな二人の事実婚関係は2024年で20年目を迎え、順調に続いています。二人は関係を隠すことは一切せず、テレビでも公言しているのです。2017年10月に放送されたバラエティ良かれと思ってに出演した際には、
有名俳優よりも裏方さんの方が好き、今のパートナーもそうですよ、と清弘さんについて語っていました。ここまでテレビという公の場で潔く語れるだなんて、二人の関係の深さが感じられます。ちなみに二人はあえて事実婚という関係を選んだのだそう。加賀さんほどの方となると、もはや戸籍上の結びつきには固執していないのかもしれません。事実インタビューにて、何も一緒の席に入ること結婚だとは思わないと話されていました。口述しますが、これまでに2度の結婚そして離婚を経た加賀さんだからこそたどり着いた考えなのではないでしょうか。結婚は籍を入れていようと入れていまいと関係ない、まさに当人たちの心の結びつき次第である。加賀さんと清弘さんの関係からは、そんな新しい愛のあり方が感じられます。清弘誠さんには前妻との間に娘さんがいて、娘さんと加賀まりこさんの関係も良好なんだそうです。娘さんは結婚していて子供がいるということで、お孫さんがいるということですね。現在は清弘誠さんと一緒に穏やかに生活をされているそうですよ。今後も健康に気をつけて元気に活躍していってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。